安城洋次、安城洋次、安城洋治、1967年3月28日体は、日本の男性元プロレスラープロ格闘家、現、グローリス・ポークスマン、東京都杉並区出身。幼稚園の年少の時より小学校4年生の頃までニュージーランドで過ごす。中学生の頃に、初代タイガーマスクを見て魅了されるが、本格的にプロレスに興味を持ったのは、 旧、和布での高田信彦の試合を手からで、埼玉県立和高校等学校を卒業後、和布に入門。しかし高田に正式に認められるまでは少し時間がかかった。高田は安城を辞めさせるつもりで、吉井スパーリングを行ったのだが、安城は、その強さに、尊敬の念を覚えた。1985年7月8日、広島県立体育館での星名治虫戦でデビュー。 同年末、第一次和 f が、工業活動を停止後、和 f 軍として新日本プロレスに参戦。1987年、新日本プロレスのヤングライオン杯に出場。1988年の新生和 f の設立に参加。1991年の第二次和 f 解散後は、和 f インターナショナルに加わる。安城曰く、ワウワウ、リングスもメガネスーパー、藤原も、 嫌だった、意地があった。それまで、高田さんについていくだけだったが、お膳立てじゃなく自分たちで時代を作ると、決意していたとのこと。選手として戦う傍ら、取締役として、団体経営にも携わるようになる。特に、単能な英会話力を活かして、外国人レスラーとの折衝に当たった。また、道場での強さを表して、ラッパ先生と呼ばれた。 ワーフインターナショナルに所属していた1994年12月7日、ロサンゼルスのヒクソングレーシー充実アカデミーへ、道場破りに行き、ヒクソングレーシーに挑戦。非公式試合ながら、多くのヒクソンの弟子たちが見守る中、なすすべなく、倒されパウンドを浴び、チョークスリーパーで失神させられた。その1ヶ月ほど前、ヒクソンには200%勝てると公言し、前夜も、 朝方まで忘年会で浴びるほどに酒を飲むなどの余裕を見せていた挙句の敗北であった。この行動は、ヒクソンと対戦交渉を進めていた、ワフ・インター側が、なかなか結論を出さないヒクソンを挑発するために行った、外交交渉の意味合いがあった。その死者、資格として送り込んだのが、当時道場でも一番の実力者とされた、安城であったという。良くも悪くも、 結果的にこの事件により、ワーフインターは、業界で、大きな注目を集め、3年後に、プライドを、ヒクソン VS、高田のブヒコ戦が企画されるきっかけにもなった。詳細は、ヒクソン・グレイシーのリンク先を参照。ただし、グレイシー道場破りの失敗は安城本人にとって、格闘家人生のトラウマとなり、後に、面と向かって、高田さんの前に立てなくなった。 自殺も考えたと語っている。1995年からは、新日本プロレスとの対抗戦に出場。高田信彦に次ぐワフインターナンバーにとして、長州力、長野正弘、佐々木健介といった大物と対戦した。長州、佐々木には完敗したが、特に10.9の長州戦に関しては、この試合が決まるや、210%勝てると発言したが、試合は、 バックドロップリキラリアット、サソリ固めの連携でわずか4分5秒で破れ、実況の辻吉成アナから問題になりません。などと言われるほどの負けっぷりであった伝説の10.9から数日後のユインター主催の長野戦ではメインイベントで変形速4の地面で大金帽子と言える勝利を飾る。試合後、控室で頭を指さしながらここの差だね。 天才は天才を知ると言いますが、と発言した。またこの長野戦での試合後のインタビューでは当時、イーワ a グップヘビー級、e、王者の武藤慶司への挑戦を匂わせるコメントを残したが、これは実現しなかった。約2ヶ月後に行われた再戦では蝶野にバタフライロックで敗れている。また、ワ風フが柿原とかに任せて、プロレース界は僕が背負って立ちますと宣言するなど、 そのビッグマウスぶりが話題になる。その後はミスター200%を名乗り高山義弘、山本健一、現、山本健一とゴールデンカップスを結成する。ちなみに1995年10月9日の東京ドームにおける安城戦での長州の試合後のコメントが、かの、切れてないですよ。正確には、切れちゃいないよである。一方の安城は、長州戦後、 今日はあんまり無理はしなかった。次回できるもんなら、無理してみますよ。これで、僕も心を入れ替えて、謙虚な男に生まれ変わりますよ。謙虚、イズベスト。なとふざけたコメントを残し、記者たちを爆笑させた。1996年1月4日、新日本の東京ドーム大会で実現した、冬木行動との試合では、冬木の脇がが臭いとの抗言通り、 デオドラントスプレーを持参し、リングインし、ボディーチェックの際に、脇にスプレーしろと共用するものの逆に口に、ガムテープをぐるぐる巻きにされた上、ダリアアートを浴び配線。また、同年夏まで続いた、冬気軍対ゴールデンカップスの構想は、ガムテープ以外にも、バンティー、生卵、生きたたことが狂気として使用される、はちゃメちゃなものだった。あとに、冬気とアタックを結成。 1996年7月20日、声優の富澤道恵とゴールデンカップスの共同名義で CD アルバム、おった子をリリース。記者会見では、今年の紅白歌合戦に出ると宣言するも、出場はできなかった。1996年6月30日には、力道山メモリアル横浜アリーナにも参戦し、藤原義明と対戦、両者リングアウト。また、 同年8月17日には、神宮球場で高田信彦と U インター頂上対決を行うも、キックの連打の前に TK を負け。1996年末に WAF インターナショナルが解散。翌1997年にキングダムを設立する。ものの間もなく活動停止に追い込まれた。1998年3月。 その後は全日本プロレースなどに参戦する傍ら、総合格闘技や K1 にも出場。K1 では、佐竹正明と対戦する、モティー系を負け。全日本プロレースでは2001年に、天竜源一郎とのタックで第44代、世界タック王座獲得したほか、チャンピオンカーニバルや最強タックリーグにも出場した。2003年には、聴収力が設立した。 WJ プロレスに参戦。2004年からはプロレスイベントハッスルで高田モンスター軍の安城司令長官として参戦していた。この年は道場破りから10年となる節目の年でもあり、同年12月31日のプライド男祭り2004ではグレーシー一族のハイアングレーシーと対戦。破れはした者の,の一区切りをつけた。ハッスル消滅後は プロレスの表舞台から一時姿を消し、格闘技イベント、選曲や、グローリの裏方として活動。一方で、元は府引退代表の鈴木健が経営する都内の串焼き屋に就職した。2015年3月19日にラストマッチを行い、引退。引退後は引き続き前日の串焼き屋で働くという。ここでは、安城陽次との違いを、主に記載する。 主にハッスルでは、高田モンスター軍に属しており、高田総統の側近として活躍する。安城司令長官と安城洋次の関係は、高田総統と高田信彦、島田工作員と島田雄次のそれに近い。ハッスルでは、鬼教官の異名を持つ。ニックネームは、ミスター300%。高田総統のビターンにより、様々な姿に変身する。 主な言語は英語である。日本語も話すが、一部の単語は英単語を用いる場合が多く、基本的に日本語文を読むことはできない。ファイトスタイルは安城陽字とほとんど同じであるが、対戦相手に応じて攻撃パターンが異なり、新人や若手レスラーに対しては、拷問系に近い技を繰り出し、怪我が感知していない相手に対しては怪我の部位を、 徹底的に攻略するなど、頭脳プレイも時折見せている。2004年のハッスルハウスクリスマス SP では、モンスター軍全敗の責任を負い、降格こそ免れたが、インィン様がナンバー2に昇格したため、実質的には降格となったインィン様に腕を折られるという制裁を味わった。安城司令長官に高田総統がビターンを注入した姿であるが、 安城司令長官自身は安城之助とは別人と主張している。タイガー・ジェット・シンとタックを組むことが多い。主に市内を持って登場し、相手に対して攻撃する姿は上田馬之助に告示している。1994年、リングスとワフ・インターナショナルとの対抗戦の交渉が不調に終わったことに不満を募らせ、前田なんて前の新生、ワフで終わった人間。 落ち行く己の価値をごうまかすためにはフインターを利用しようとした。高田さんを出すまでもない。僕でも200%勝てますよと挑発。一方、前田の側もプロレース誌で、安城と道であったら、ただではすまさん。家族の前で制裁を加えると発言した。これについて、安城の自宅の襲撃を前田が示唆したとして、ワーフインターは前田を名誉毀損と脅迫で告訴した。 この問題は前田が記者会見を開いて謝罪することで国訴取り下げとなり、一旦は収まった。1996年6月10日、ホテルオークラでのファイティング TV サムライ会局のパーティーでは前田が安城を舐めんなよと小づく、アントニオイノキが仲裁に入ったとされている。1999年11月14日には、u f ク j 会場において、 前にやられた時のお返しとして背後から、不意打ちで前田を殴打して、前田は失神。安城は傷害罪により略式起訴され、2000年1月5日に罰金20万円の略式命令を受けた。結果的に前田は失神してしまったが、本来は殴った後に、文句があったら、リング上でやろうという話にする森だったという。安城は、事件の直後、同じく、有形レスラーから、 K1 参戦していた永井光也が前田に暴言を受けたことに疑憤したなどとも語っており、昔のリベンジであることは否定している。ちなみに、安城が当日戦うはずだった相手は、当時世界最強の MMA ファイターと歌われたフランクシャムロックであり、前田はそれを聞いて、安城など30秒を持たないとの侮辱発言に及んでいた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。